さ過去を得て始まる僕らの未来。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。実況プラ、パワフルプロ野球、2022、ライブ配信始めていこうと思います。2024、2025出ましたね。いや、栄冠ナイン難しそうですね。まあ、もともと3年でわかるゲームじゃないのはわかるけど、地域によっては非常に苦しい戦いを強いられそうで、まあ、二三次甲子園でも地域選びってすごい大事だったんですけど、まあ、京都より滋賀の方が絶対いいかなって思います。やっぱり京都の金井監督は苦労するだろうなっては思いますね。その分滋賀の、不破監督は、結構編成は西崎だけど、西崎則本だけど、ノムさんとかいないけど、評価を上げれば京都も取れるようになるんで、全然チャンスありますよね。監督力は別、監督のゲーム力は別として、地域としては京都より滋賀の方が全然いいと思います。ということで、そう、二三次甲子園のドラフト予想も結構当たってましたね。よかった。チャイカ監督がちょっと弱気になったのは残念だったな。八代築行ってほしかったな。そこに小野町が行きましたね。いや、あれは、あの姿勢は良かったし、小野町監督は良かったと思います。すごい攻撃的なドラフトだったと思う、小野町監督は。全員やっぱりネタにあんまり走らずにガチな読み合いのドラフトだったんで、すごい楽しかったですね。よかったんじゃないかな。エクスアルビオ監督の1位って誰だっけ？あ、イブラヒムか。フレン監督と競合して、そこから、競り勝ったんだよな。なので、フレン監督は、まあ、やっぱり、ハズレ1位は乾とこでしたよね。メロコさんも7位ながら取りましたね、フレン監督は。よかった。高宮も取ってるから、だいたい予想当たってるよな、メロコ。2位がアンジュです。リゼは取れなかったけど、乾、アンジュ。星川、高宮までが4位なんで、取れましたよね。フワちゃん、イブラヒム予想か。まあ、この辺よ、フワ監督は読めなかったからな。読めない部分はあったんで、ちょっと待ってね。まあ、監督は読めない部分があったんで、やっぱ難しかったなぁ。まあ、でも、マリカの時、2022年、クレカ、マリカの時に、フワッチが教えて、クズハが優勝してるから、
まあ、くずはか。くずは考えなかったな。サイグサアキナもあると思ったんだけど、まあ、まあ1位で取る選手じゃないなとは思った。あとはなんか結構ロフマオは社長だって社長は取れてない。社長は酢飯組でチャイカが取ってるかカイラーだけですね。ロフマオは、カナエは生徒会2位、1位はクズハ予想通りで、2位以下は生徒会。生徒会、重視だと思ったけど、やっぱり生徒会みんなスーパーグループなんで、取りにくいな、やっぱり。実際1位も五十嵐監督だったっけ？五十嵐監督が取って、で、2位に月の実と取って、かえみと成立させたし、やっぱ難しいですよね。三枝もやっぱり、ふわっちが先に取るから、かなえ取りにくいよね。まあ、だから、レオスしか取れなかったですよね。宇佐美、稲見じゃなくって、塩ロハルリー、カブラキロコだったですね。こっちも面白いなと思った。何よりすごかったのが2位の剣持ちだよな。ああそうかって思ったな。あ、剣持ちも大駒なんだ。ましてやっぱり男性、2018年って男性 VTuber 少なかったですからね。男性 VTuber っていう、なんだ、練習試合申し込みましょう。男性 VTuber っていう、選択肢がほぼなかった。元祖って、アップランドのバーチャルさんなんだけど、バーチャルさんは、シロちゃん、電脳少女シロを生み出すためのプロトタイプだったし、あと、まあ、ピーナッツくん、豆ですね、もう、ポコピーのピーナッツくんも、もともとアニメ初なんで、ちょっと異例なスタートだったんで、純粋に一からの男性っていうのは難しくて、だから、女性の皮をかぶるバビ肉が流行ったんですよね。2018年の、中盤ぐらいまでは。今もまあやってるんだけど、男性が男性の皮をかぶってっていうのが、できるようになったから、うわ、どれも、やばいなぁ、評価さ、しゃあない。ダメだ。この3個の中から、練習試合取りやめ。男性 VTuber が、やっぱり、普及したのは剣持ち。まあ、1位も、二次三次の最初の期、1期も、2人いたけど、でも、剣持ちだよな、重要視するのは。剣持ちが歴史作ったって言ってもいいから、だから、感慨深いものはありましたよね。あいや、パーン、ガパーン、ガパーン。走力もいいな。どっちしよう、パン、まあ、パン屋ってそんなに大きくないから、そう、シーナはベストの選択だったよな。1位がヤシロ、2位でリリーム、佐々木はまあ取らなかったけど、
3位、宇津木港。まあ、3位か。3位。まあ、いいのか。え、4位がリオンだっけ？シーナってリオンだっけ？どっちがリオンだっけな。まあ、いいや。まあ、選択肢として本当に手堅いなって思いましたね。地域も。鳥取、取りに行ったんだっけ？鳥取は取れなかったんだよな。だから、秋田に行ったんだ。秋田もいいですね。落合なんだけど、東北地方の別の選手も、格が上がれば取りに行けますからね。全然ありだと思うんで、やっぱり椎名上手いなって思いましたね。2024、2025で言うと、とにかく、急にピッチャーっていうか守備陣が打たれちゃうんですよね。2は選べないか、1しかないか。あ、え、マイナス要素しかなかったのか。弾道経験値少し上がった。休ませましょう。どうなる。本屋さん来た。 OK。 人気者言うたら、やっぱり、リンリンランランソーセージですよね。古い。僕は人気者もあるけどね。オラは人気者か。人気者ってなんだ？ 3 連に使うにはちょっともったいないよね。後藤。人気者になると何がいいんだろう。試験があれなんで、白か、白マスはやめとこう。警戒。あ、来た。そう、いや、最後に行こう。あ、無理なんだ。これ試験になっちゃうから。白マスは怖いけど、食事会行きましょう。あ、マイナス要素はないんだ。いいんじゃないでしょうか。ファント面は技術面。パワー。ストレッチ。パワーですね。はい。まあ、やらない選択肢はない。3人下がったか。疲労はそんなにないと思うから。これね、この2024、2025。まあ、大きく UI は変わってないですね。でも、デフォルトで星出なかったんじゃないか。こう星表示させてほしいんですよね。星の能力、総合力。すごい。見える価値がこれしかないのは UI としてどうかな。あと、まあ、2024、2025で言うと、急に打たれる現象。なんだろうな。正直、この力、2022、2023やって、やっぱ格上になると、つるべ打ち、こう、特に後半、つるべ打ちされる傾向があったんだけど、2024、2025だと、それが、強まった感じがするな、本当に。ちょっとひどすぎるよな。蛇行到底っていうよりも、打たれ出したら止まらない、止める方法がないっていうことで、まあ、いかにその、打たれ始めるのを止めるかっていうのが大事になってくると思います。打たれ始めたら終わりだし、それとやっぱり、格上と戦わないことが大事だな。
格下とだけ戦うべきだと思う。そういう意味でも地域選びすごい大事でなんですよね。都会の方は東京大阪とかはしんどいと思う、あの選ぶと。今大阪でやってんだけど、やっぱり全体的なレベル高いから辛かったけど、2024、2025になるともっと辛くなるんじゃないかな。負けるとやっぱり評判下がっちゃうんで、それになると練習効率が下がっちゃうからな。練習効率とグランドレベルと上げたいけど、でますます勝てなくなるの悪循環。これあのこの夏の大会で地区予選でもまあ本番でもいいんだけど、敗退した時点で3年生が引退するじゃないですか。そうするとそれまで練習試合で勝ててたのが、まあ、ごっそり抜けてチーム力がガタッと落ちたせいで、なんか勝ててたチームに負けたり、なんか接戦だったチームにコールド負けするシーンがすごい多いんですよね。多かったじゃないですか、現に。2024、2025も、まあ、言えば自分が体験したそれが変わらないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ格により厳しくなったのかなと思います。なのでなるべく弱い相手として戦って評判上げつつ、選手をグランドレベルとか練習効率上げて選手の総合力を上げる必要があるっていうのは間違いないですね。2022、2023もそれがあったけれども、よりその傾向が強まったと。これこういうふうに勝ってるじゃないですか。まず7月までの不大会って結構勝って、インと何回戦まで行ったんだっけ、準決勝ぐらいまで行ったんかな。で行って引退した途端の練習試合で、まあ、枚方に負けて不大会でも南学園に、まあでも南学園に今勝てないレベルだから何とも言えないな。まあ以前より負けることはなくなったからな。例えば府大会でいうと、夏の大会でサッカー初年度サッカーに負けて、なにわ大付属練習試合で引き分けだ最初引き分けだったなにわ大付属にコールド負けしたりとか、1年目だと。でそれから結構立て直すのに苦労さして、で2年目で勝てるようになってだけれども、2年目は傾向が分かりにくいしすぐ立て直せたよな。1年目はすごい立て直すのに苦労しましたよね。練習試合も少なかったからな、できなかったし、冬すごい体調崩す選手多かったからな。1年目は本当にダメだったよな。まあ、2024、2025の栄冠ナインも1年目はすごい苦労すると思います。そこで地道に練習試合で格上しか出ない場合は、試合やめた方がいいと思う。ただな、急に上げる、評判上げる方法って練習試合が中、スカウトが来たとかそういうのを除けば練習試合がやっぱり基本だからな。練習試合とか公式戦がそういう意味で厳しいですね。格の差で格下が格上に勝てなくなるとなると、あとチーム力で大事なパラメーターってまあどれもかな。作戦戦法とかもそんなに変わらないけど、
去年2023でそんなに重要視されてなかった下の3つですね、肩力、守備力、補給、特に守備力っていうのが大事になってくるんじゃないかな。この全部の数字が特にやっぱりミート走力が大事だったのが、この6つ弾道も含めて全部のパラメータを見るようになってるんじゃないかなと思いますね。その能力でなんか勝ち負けが操作っていうか、そういう打たれるタイミングが決まってるんじゃないかなという。監督が CPU がなんか前半、そう後半打たれることは前半そのこちら側の戦法を見て研究して、なんか後半なんか AI が強くなってっていうのは、説も上げてた人いましたね。ただこちらでも鶴瓶打ち、格上なら逆に鶴瓶打ちできるみたいなんで、もしかしたらピッチャーのスタミナとかがトリガーになってる可能性はありますね。トリガーはピッチャーのスタミナとチームの総合力じゃないかな。総合力が低い相手だとトリガーが出やすくなるし、トリガーの出るタイミングが早くなるし、打ち出したら止まらない傾向が強くなる。逆に総合力、相手の総合力が高いとその流れが早めに途切れちゃうっていう予想じゃないかなと思います。なのでとにかく力上げるしかないですね。でも地区によってはそれが難しいんで、100名の発音すすめ、より個の力って、天性選手に代表される個の力っていうのが面白かったけど、個の力いくらノムさんとっても、いくら大谷さんとっても、チーム力が低いとやっぱり大谷さんは打たれるし、ノムさんは守れないっていうのは出てくるんじゃないかな。ただキャッチャー結構俺重要だと思うんですよね。キャッチャーがいいチームだとチーム力が底上げされるんじゃないかなと思うんで、ノムさん取ることは結構意味あるんだな。ノムさんとか島根でいう谷繁とか天性選手取ることは、そういうことか重要じゃないかなと思います。なのでなるべく赤マス取ると本当にダメなんで、よりダメになって影響を及ぼすんで、こういう白マスですら影響あるんで、取りに行きたいですね。こういう、青とかオレンジとか。で、疲れてたら緑マスとか、取りに行きたいところではありますね。リアな野球選手。超ご機嫌。いいかな。ひとまずスローイングで経由して、出た、ジュース買いに行く。ハラスメントだ。これなんだろう。変化球投げ込みで。
もちろん参加します。参加する選択肢しかないだろうとは思う。本当に、カドマとか藤井ではやめてくれ。あ、いいんじゃないかな。よかった。1回戦は勝ち上がれそうだし、2回戦もいいしか勝ち上がらないから、3回戦までは大丈夫かな。まあ、カドマか藤井寺が勝ち上がってくるだろうから、そこまででしょうね。2回勝てるね。地区予選はこれで。トーナメント表はデータ画面内のスケジュールで確認できますって書いてますね。そして、公式戦第1戦が、5マス後に起きる5日後ってことですね。今日月曜日なんですが、2024-2025 では確実にテンションがダウンするのが可視化されましたね。ただし、人数が0人から5人ぐらいかな、最大の人数は分からないんですが、0の時は出ないで、絶対にそのイベントは発生するっていう感じですかね。0人の時は表記されないということで、テンション管理も難しくなったなと思います。テンションってどのぐらい能力に影響あるんでしょうね。風速これいったらもう終わりだもんな。スタミナも大事かな。まあスタミナ大事ですね。トリガーの一つになってるんだったらスタミナ大事になってくるよな。こいつだ、プロ野球戦 OB だっけ。まあこの作品はコントロールが重視されていたのが、球速の方が大事になるんじゃないかな。球速スタミナの方が大事になるかなという印象で、まんべんなく上げなきゃいけなくなった感はありますね。これって新球種覚えてるんだっけ？覚えてない。いいですね、松尾。と弾道が結構弾道を掘ってあんまり役に立たなかったですが、弾道も見るようになったんじゃないかな。2024では総力アップ、ちょっとだけ上げていこう。肩上げようってしてんのか。難しいな。パー上げたいからな。そろそろ確かにパワー上げたい頃かもしれないですね。まただ。いいですね。力配分でなくなったってなんだこれ。
テンション、あ、テンションイベントも大事ですね、本当に。セーブして続けるがないんだな。まあ、オートセーブしてくれるから問題ないのか。チーム情報を見てみると、機動力が高いな。一番、機動力、意外性、投手力が3。守備力、打撃力は2。経験も2か。結構バランス良くなってる感じですね。3年生が6人。8人がフルだから、3年生ってこれ3年目だから1年目か。一応6人でスタートってことなんですよね。まあ1人ずつ上がっているのでまあ良いんじゃないかな。二塁手が2年生の1人しかいない。これでかけるポジションはないってことか。ポジションチェンジって嫌ですからね。そんだけ時間かかるしな。そう、あと2022、2025では投手からなんか野手に転向すると能力があるのが得策ってありましたね。どうなんだろう。まあそれ無理だと思うけどな。投手足りないのに、ただいさえ。あと結構トリガー防ぐためにはスタミナもあるんで、スタミナが結構減ったら自分継投するべきだと思うんですよね。なので複数投手制を引くべきだと思うんで、投手の球を減らすような変更は良くないと思うんですね。一番高いのを基本的には選びたいが、まあ、パワー上げてもいいんですよね。はい、勝ちましょう。まず先発を誰にするか。まあこれ星、ここでは星の数出てくんだよな。ポジションがここベンチ分かりにくいですよね。少なくても投手能力持ってる人は出してほしいよな。204、104、鈴木もいいな。まあでも工藤かな。ちょっと差がありすぎますしね。キャッチャーは松尾は絶対だから、190。外野手でいうと予備の外野手がいないんだ。サブポジでもいないんだな。じゃあまあ佐藤しかないな。ニート C だから、ちょっと平調ですよね、山本和は。そう、サブポジで2を持ってんだ。普通だからちょっと届かないよな。
じゃあまあこれを変えてっていう感じか。2位だから悪くはないと思うんですよね。佐藤と戦えてみるか。後藤 E なんだ。まあ F だから。D は微妙だよな。まあ。パワーある程度欲しいけどな。まあ、しゃあないか。パワーが足りないよな、結局。我がチーム、今の。ここは215か。控え選手で200超えてんのって平田だけか。でも平田ピッチャーだから、鈴木が一塁手。多田が、あ、多田より平田の方が上やん。あ、平田じゃないや、鈴木の方が。鈴木を、投入してみる。打力ではかなわないのか。悪くないけどね。まあ出すのは下位打線だろうな。ちょっと二刀流はしんどいってとこはありますね。ただも調子いいからこれでいきましょう。そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側何は、三塁側肩の一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。先発メンバーはご覧の通り。さあ間もなく試合が始まる。さあ早くもチャンスが出てきました。え、何、あ、注目選手にしたからか。転がせ強いよな。落ちる、多分落ちちゃうよね。それだけか。お祭り合わせても良かったんじゃないかな。だってスカウトへの注目だろ。0対0で迎える3回です。バッターはただ第1打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトだからいいや。転がしてみるか。投げました、低め決まってストライク。まずは見送りました。わ、いい球投げんな相手 の、 たあの村上。投球はこれから3球目。打ちました。打てそうにな。いいよいいよいいよ。 OK、 結果を残しました。まあ後続続かなかったんですけどね。さあ初めての本当のチャンスが来たね。ようやく二塁に。一塁か、行ってみましょう。ファイトだよ。難しいなぁ。盗塁もありえないな。転がせか。第9投げました。高速スライダーはストライク。第2球。ボール。第3球。あと、積極打法、身長打法ではどっちがいいんだろうな。抜けた抜けた。三塁回っていった。 OK です。先取点。これでゲームが動き始めました。1対0。俺岡田、昨年の阪神岡田監督の日本一見て、
町球戦法が見直されるんじゃないかなと思ってる。岡田監督はやっぱり町球戦法だからな。行こう。8番だけどな。なゲッツーだけは避けたいよね、ここ。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。流し打ち。投げた。初球空振り。タイミング合いません。忘れてた。ミート積極打法。まだ三振の方がいい説はあるけど、次9番だしな。さあ次の投球、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。厳しいな。投げた。もう投げた。もう外していった。釣り玉か。次は5球目。オッケー。回る？回らないよね。いいと思う。無理に回る必要全然ないよね。これでお祭りなんで連打できる可能性が高まった。そうだな、まあ、それに使うか。どうも、流し打ちですよ。フォースプレーだし。あれ？これは？入ったんじゃないの？満塁ホームラン。ツーアウトランナーなしという場面で、ただ。高いですね、満塁ホームラン。その後なんかいらない。マジタはいいですよね、村上。投げました。外れたボール。第4球いいピッチャーだと思う、普通に。投げました。打ちました。ボテボテの当たり。これはダメ。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。ちょっと送球棒をつかなかったけどな。肩のここで先制点を挙げています。止められたな。ピンチだ。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは3年生平岡、マウンド上は工藤。これってスタミナってどこで見るんだ。普通に考えたらこれだけど、まあバンドもしてくる可能性ありますよね。ストライクを取るかな。怖いけどな。アンダースロー。アンダースローですね、これ。セアカテは。三振取れば一番いいですけどね。第4球を投げました。高速スライダー、ボール、高め。投げました。ストレートはボール。うん？投げた。外角へ。お、今。ナイス。危なかった。
まあ、60球か。まあ、もう臭いとこですね。低め中心でいいよ。あ、違う。低め中心だ。追い込んだ。あ、よかった。オッケー。でもちょっとやっぱり甘かったな、球が。怖かったな。逆にチャンスです。ツーアウトながら一塁二塁。甲子園像はない。どうかな。どこ。転がせなのか、お任せなのか。流し打ち。サークルチェンジなんや、今の。一瞬、止まったかと思った。これはフェアです。いいねー。あんまりツーアウトだから使いたいとは思わんけどな。センター返しが5で一番高いが、引っ張ってもいいかもしれんよね。まあセンター返しツーアウトだから関係ないしね。まあもちろん二遊間期待したフォースプレーもあるけど。第3球、お、いいんじゃないかな。これ捉える、捉える。6回の表が終わって6対0、肩のリードを6点としています。え、嘘。何は大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー、やばいなこれ。バッターは2年生高村。臭いとこが1しかないんだ。さあここで前進守備を敷きます。やばいやばい。オッケー、ゲッツー。三塁は食い付けです。今のすごく大きかったな。ターニングポイントになったかもしれない。え、バッターは7番か。引っ張りはない。流し打ちしてくることは全然考えないので、内角中心。危ない危ない。ちょっと球が甘いよな、工藤。ずっとだけど。第3球を投げました。ボール。甘いとこに球結構来ることが多い。追い込んだ。次は5球目。投げました。打ちました。打ち取ったか？あー、深い。一塁セーフだな。1点返されました。またピンチ。クロやっぱりスタミナに不安抱えてるよな。でも長打です。低め中心でいいか。緩急は怖いんですね、長打が。なんでこれは選ばない。これは危ない、危ない、危ない。ああやくホームランだったよな。ボテボテ。ちょっと危なかったけど。中盤まで終了しまして6対1。工藤とうとう打たれてしまいました。そしてワンアウトながら一塁。肩のリードで迎える7回です。ワンアウトランナー一塁という場面で。ファイトだよ。3年生山本。今日はここまで3打数1安打1三振。ということで、2023を今やってます。2024。ね。高いんだよな、値段が。だから、この2022、2023持ってる人、あえて買い替える前の価値あるかな。出た魔物。
戦で地方大会の魔物が顔を覗かせるか。これ引っ張りでもいいし、センター返しもいい。転がせじゃないかな。まあでも転がせ結構いいんで、転がせ行ってみましょう。ヒトエンドランもいいんだけど、あんまり俺は取りたくないんだよな。縛りがかかるから、打つ方にそういうセットプレーあんまりさせたくない。危ない。どうだ。そう、のみのみ打ってほしいよな。あ、こいつした。サミはいけない。いいんじゃないでしょうか。そして山本、注目選手だったっけ。山本です。もちろんセンター返しでここは行きます。ピッチャーの2番手に変わってんだ、菅原に。いい球は投げるよな。 OK。 これちょっと深いから、回る回らない。肩強いよな。いいよ。流し打ちがあればベストなんだけど、任せてみるか。まあちょっと厳しいな。OK、 タイムリー。あ、こいつした。ナイス。背中って工藤。そうなんだ、工藤だったんだ、ピッチャーの。打ったのは。ただな、そろそろピッチャー変えてもいいかもな。7回表だもんな。そう、プロ初ホームランだかもしれない。何に関しては高谷とかもいいね。高谷にしますか。でもちろんファイトだよで。センター返しだけど、まあ転がせか流し打ちだろうな。追い込まれた。打った。あ、これホームランじゃないの。見送った。違う、フェンスだ。2点入ったんだな。使っちゃうか。もういいや。ロープカーブか。そうパワープロも普通にある。2022-2023でもこういう連打って普通にあるんですよね。ただそれはちょっと2024-2025はバランス的極端すぎる。終わった。あ、こいつが落とした。諦めちゃダメですね。さあ、こうなると動揺しちゃいますよ。まあ別に逆に使う必要ないかな。第9、高めに送ってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから投げました。見送ってストライク。今ストライクなんだ。嘘。第3球を投げました。打ちました。三遊間の当たり、グラブ弾いた。魔物がこれ炸裂してるからか。よし、いいぞ。後藤も打ちましょう。
ーボーイの本領を発揮してほしい。ロー合戦流し打ち第9投げました。決まった。ストライク。投球これから2球目打ちました。ピッチャーオッケー超えた。おっとセンターが後逸。三塁を回った。13点。いやーいいですね。KO、うん、されましたね菅原。三塁だよねピッチャー。超ハイト。あー難しいな。まあいいか。センター返し。普通にまあ単純戦法試合で戦法を選ぶより戦術なレベルよりも本当チーム力を上げる戦略レベルっていうのを求められるよね。どうだ正面でした。7点。まあ、こういうことが普通に起こり得るってことですよね。もっとひどい形で。で、ピッチャーを、スタミナ B のピッチャーをさ、でも、なめっぷしちゃダメだと思うんですよね。で、高谷のポジションに変える。ん？何これ。工藤降板。マウンド上ピッチャーは岸本。今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。まあ点差あるんで。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。よくわからんこのクセモノって。いや別に何でもいいんじゃないの。一番高いのを単純に選ぶ。投げた。初球打った。超える？ショートナイスナイスフィーリング。いいんじゃないでしょうか。これでワンアウト。ランナーはありません。これもストライク取るんか。第9ボール。第2球投げた。打ちました。松村取った。サードどうだ。おーナイスフィール。ナイスフィール。ナイス肩。さあ後がないかな。まあ、任せてみましょう。任せて安心。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げました。ストレートはボール。ワンボツーボールワンストライク。第4球を投げました。ボール。厳しいな。第5球投げました。正面でした。よし試合終了。ゲームセット。コールド勝ち。肩のまずは初戦突破です。1回戦を見事勝利。2回戦進出を決めました。いや、セヤカテ工藤の前のホームランすごかったですね。うん、まあ、そしてやっぱりね、後半にビッグイニングすることは、ね、2023でも目立ちましたよね。それがより多くなって、止まりにくくなるのかな、トリガーが引かれたら。勝ったら成長もしやすいから、成長度も多くなるから。負けても成長するけど勝った方が成長するからな。満塁男安打になった。満塁男の能力もつくのか。せやかて
信頼度もアップ。監督いいですね。中堅校になった。中堅校は進行アイコンが6つになります。これも嬉しいですよね。だから下げたくないですよね。お、戦績ポイント獲得。実績は下げたくないよな。よろしいですかね。ブブーはないよな。使いません。よろしいですかの前に使いません表示するべきだよな。まあ岸本以外はみんなだ、大丈夫。まあ中継も変わったんででかい。食事会はもう最後だな。まあいいか、食事会行きましょう。行きましょう、スクラップブック。あ、結果だけか。で、次がどっちでもいいな。まあ、紅白戦しましょう。練習効率も本当大事ですからね。進路相談もしましょう。いい流れです。289、324。岸本も上がりましたね、地味に。タイヤ引きがスタミナで、ホームチェック請求が請求。工藤はコントロール悪いしな。さあ、2大会、2回戦になります。ファミコン版のハリスタもやりたいですね。松村。さあ、まあ駆動でいいんじゃないかな。かとなると、じゃあとなると鈴木ぐらいしかピッチャーおらんしな。でも全部に身を取ってるからな。まあ調子がいい時のみだろうな。平田ピッチャーのみだし、だからといって平田ピッチャーがいいわけじゃないからな。一塁手が普通か。一塁手をただ調子がいいからな。佐藤は相変わらずダメダメだしな。
サダを2番にして、いや7番かな、とかを考えるとベストの布陣ですよね。すごい今回ムードがいい。本田林か。これ。お待たせいたしました。一丸となっていただきを目指します。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側、本田林。三塁側、片野。観客に見送られて守りに散りました。さあ一球一瞬に思いを込めて、間もなくプレイボールです。0対0で迎える2回です。バッターは松村、マウンド上ピッチャーは岡田。勝っちゃうか。第9投げました。カーブはボール。まずは高め直球決まってストライク。第3球を投げました。打ちました。センターじゃなくて、お、落とした。 OK。誰がホームラン打ったんだ。肩の追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁。いいんじゃないかな。ここは何としても点取りたいしな。転がす手もあるが、流し打ち、いいね。フェアです。そして4回表もチャンスが続きます。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生前田。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。センター返し、初球空振り。第2球投げた、ボール。第3球アウトロー空振り。バッター追い込まれました。あー、ダメだ。セカンド正面、進塁打にはなる。で、まあ当然センター返しだな。いいよ。セカンド捉えたか。これは相手をフィールディングにやれましたね。さあ6回表までもうなりますね。静かな動き、流し打ち行ってみましょう。基本センター返し、流し打ち、転がせを併用する形かな。第3球を投げました。打ちました。ん？これは入ったんじゃないかな。行きましたね、松浦。アーティスト的なホームランだよな。これは好アピールです。さらに1点、代打ホームラン打った。工藤がまたホームラン打った。肩のリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは使っちゃいましょう。魔物、今日はここまで3打数1安打。魔物はなんか2024、2025ならなお有効になるらしい。
高橋ゲッツー怖いけどな、まあ魔物行きたいしやってみるか。超ファイトだよ。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。第9ボール外していきました。第2球投げました。2球で空振り、ストライクか。第3球を投げました。3球で、あー釣らされた。これはやばい。のファールです。第7球を投げた。変化球、あーダメでした。左バッターボックスには山本、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。焦がせ。投げた、見送ってストライク。ピッチャー岡田も結構いいよな。変化に飛ぶから狙い絞りにくいよな。第3球を投げた。膝元、空振り三振。岡田、4番5番と連続三振で切り抜けています。7回の表が終わって5対0です。さあしかし相手打たせませんね。工藤すごいな。8回の表、肩の攻撃に入ります。トップバッターは松村、今日はホームランを打っています。第9投げた、初球カーブ、ストライクですね。初球空振りから投げた、またも空振り。おーいい球だよな岡田。岡田先発か。第3球を投げました、打ちました。本当に一試合投げても状態になってるな。これ無援護状態になってる。肩のリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で使っちゃいましょう。もう今日はここまで3打数1安打。流し打ち。投げました、ボール。第2球投げました、直球空振り。外のボール球を振らせました。第3球を投げました、空振り。次は打ちました、内野ゴロ。杉本ボールを掴んだ。セカンドフォースアウト。こちらがセーフ。ランナーは一塁変わりません。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。転がせだ。デッドボール、なんだそれ。うん、難しいな。ヒットエンドランでもセーフティーバントでもないな。落ちた。さあ2アウトながらあれですよ。まあ本当は臭いとこなんだけどな。けどまだ78球はすごい省エネだな。次が4球目、投げた、シュートは OK、 追い込んだ。2番だからここで流れ途切れさせたいな。外れてボール。さあラストボール、一塁ランナー自動的に打った、セカンド正面、山本。ミスなよ。 OK、 危ないけど抑えた。富田林、ファーストランナー残塁。8回の裏が終わりまして5対0です。逆にチャンスです。ノーアウト1塁。肩のリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生後藤で、転がせが流し打ち。第9外れたボール。第2球投げた、決まってストライク。投球はこれから3球目、ストレート空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、ストレートはボール。次は5球目、投げた、打ちました。どうだ、抜けた。オッケー、後藤、いいバッティングを見せました。
これで今日は5打数の2安打。ピッチャーが抜けましたね。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。センター返しかな、どっちかといえば。まずは見送りました。初球ストライクから見送ってボール。第3球ストライク、追い込んだ。第4球を投げた、直球。ああ、捉えてしまった。3年生山本、今日はここまで4打数ノーヒット1三振。なんとか点を取りたい。焦がせ。第9投げました。初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げました。インハイ際どい球、ボール。第3球を投げました。打った、流し打ち。どうだ。うん、ファールだな。第4球を見送って、おお、よく見たな。1球外していきました。第6球を投げました。あー、詰まらされたが、しかし抜けた。センターバックホーム、満塁になりましたね。これでようやくヒットを。さあ松村、ここまで2安打の松村、流し打ち。第9投げた、初球決まってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球、犠牲フライにはなる。なりますね。肩の1点入りました。6対0。今日2本のヒットを放っている。ただ。さあお祭り男の本使っちゃいましょう。流し打ち。投げた、初球空振り。今転がせ選んだのになんでフライになったんだろう。さあ次の投球、いいんじゃないでしょうか。でも取られるな、これ。9回の表が終わ、富田林。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは平山。あの、じゃあまあでも普通に投げさせましょう。一番高いもの、単純に投げた。カーブ見送ってストライク。工藤まだ83球だもんな。あ、いいピッチャーになったな、工藤も。コントロール上がっただけで大きく変わるかも。おお、ストレート三振。一番高いやつ。最終回まで本当にあの乱れないですね。右打っていったが、これは切れてファール。投げました、外れた、ボール。第5球投げました。ちょっと甘かったが粘られてます。投げました、シュート。おお、ちょっと微妙に釣ったな。今の球なんだろう。次に一番高いやつ、内角行ってみるか。内角はデッドボールの可能性も高まりますけどね。第3球を投げた、打った、ピッチャー返し。ピッチャー返し。工藤今拾った、記録はヒットになりました。バッターは3年生岩井。これかな、低め中心でいいや。さあ次の投球、見送ってストライク。追い込んだ。意識を込めて投げ込みます。マウンド上はいい球だな。投げた、1球外した、ボール。投げた、ボール。
それ乗ってくれはしないよな。やばい？いや、落下点。オッケー、勝ちましたね。また工藤打ったよね。いや、工藤の活躍が本当にすごいよな。工藤に結構助け合えてると思う。もう工藤と心中しようかな。工藤球速上がりましたね。いいですね。スカウト評価も上がりまして、戦績ポイントも獲得です。まあ、そんな疲れてないんで、大丈夫。2、1はないんで、いいかな。守備連携しかないんか。そうですね。箔がついた。なにわの精密機械。いや、なんだかだんだんと好循環になってきてるよね。観戦しましょう。総合練習だ。今回は勝てないだろうな。ナオトタカシ。八尾商工じゃないかな。八だから。まあもう工藤と心中だよな。さすがにここは331まで上がったし、工藤は。鈴木も289と良くなったんだけどな。まあ工藤ですよね。岸本も260に悪くない。調子悪いのは後藤だけか。まあ後藤もそんな下位打線から下げられないけどな。
まあ、このままでいきますか。後藤の打順を変えるだけか。上位打線じゃないんだよな、でも。すごいな、山本でようやく D だからな。ミートみんな上がりましたよね。すごいな、ミートいい、パワーいいね。なんでホームラン打てるんだ。あ、早く2点先制された。さあ攻撃になるが、まあ、注目選手だからこれがいいわけではない。いいんじゃないでしょうか。あ、終わっちゃ。やっぱり厳しいよね、ここ。おっ、ツーアウト満塁、全然チャンスですよ。まあ僕はもう流し打ちだろうな。 OK、 1点だけ返した。さあ再度攻撃、ツーアウトランナー二塁、同点に追いつきたい。ツーアウトだからもったいないような気はするけどな。第9投げました、インロー、直球は外れてボール。チーム全体働くじゃないですか、その強心臓って。第3球、相手のピッチャーすごいいいピッチャーだよな。でも64球も投げてんだ。あ、入ったんじゃないのこれ。おお、いや、これは値千金のホームランですね。お任せでもいいかも。あ、いや、打法お任せで流し打ち。フォースプレーの場合は積極策は取らずに。え、アウトなんだ。何アンダーと思ってた。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。まあ、当然センター返しだよな。いきましょう。初球出てた。これは落ちる。OK。後藤ナイス。まあ一応ファイトだよでいいのかな。でセンター返し。オッケー。まあ、いけるんじゃないのホームイン。あ、いい配球だけどこれは間に合わない。いや、強くなってるんじゃないかな。まだチャンスが続きます。
究極の思考が今解き放たれようとしています。お任せがいいのか。魔法スプレーなんでこのまま行こう。お任せます。初球落ちました。あが、ボテボテになった。谷口そのままベースを踏んで、ワンアウト。逆にピンチが続く、ピンチになってしまう。ゲッツーシフトかな。でこれです。第2球投げた、見送ってストライク、追い込んだ。さあ2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げた、打ちました。うん、あ違う、ショートが落下点。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。さあ合わせてこれでいきましょう。149キロ出てる。え、ちょっと待って、アンダーで149ってすごくない？ OK。 さらにさあ、注目選手ですね。でまあ何でもいいけど、第9投げました。初球フォークボール空振り。さあ次の投球。いや肩の原野球ができるようになってきてんな。 OK、 センター山本、ナイスバッティングです。流し打ち、本当に流し打ちができるようになってきてるね。で、フォースプレーあるからな、これ動かせでいいのか。あかん、二塁、逆に進塁。結果的に進塁になりましたね。センター返しと言いつつ流し打ちの方がいいのか。うん、これは詰まってしまった。落下点に入る。タッチアップ、タッチアップですね。肩の直もチャンスが続きます。祭り男。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。ここはちょっと差を広げたいですね。大事なイニングになってきそうな感じ。第9、うん、ダメだ。あ、いや、OK。5点差になった。いや、肩の八尾昇降レベルに勝てるようになってくると大きいな。流し打ちはダメなんだ。じゃあ転がせか。初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。外の球追い込まれた。厳しくなってな。落ちる、落ちない。さあピンチは起きずに、まあ、本当に工藤いい投手になったな。行ってみましょう。まあまだノーアウトなんでこれですよね。で当然センター返し。第2球投げた、打ちました。これはライトフライになった。うん、これで三塁にタッチアップ。肩の直もチャンスが続いています。結果的には進塁ラインになりましたね。お、魔物来た。地方大会の魔物。ビッグイニングにしたい。当然センター返し。ストレートはストライク。センター返しを決め。犠牲フライナー追い込まれた。犠牲フライナー全然いいですよ。打ちました、よかったよかった。あー詰まった。あが、タッチアウト。これで2アウト、これで2アウト。うーん、
止まっちゃったよな。引っ張りでもいいけどな。松尾だから引っ張りでもいいような気がしてきた。ホームラン欲しいかもしれないよね、ここ。まあでもそれはチーム方針として考えるべきじゃないよね。いいんじゃないでしょうか。どうだ？あ、ダメだ。あと落とした。よし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 。一塁か。まあ転がせかな。まあ流し打ちか転がせはいい方だよな。第2球、2球目ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目。ストライク先行するな。お。あ、こいつした。これはホームに帰ってくる。何点差になった。これコールド勝ちのチャンスも見えてきたよね。当然センター返し。これはダメ。あっと、あ、でも一塁はセーフだな。いや、なんか細かく点取っていくよね、毎回毎回。あ、これは抑え切ったらあれか、ホールド勝ちか。ストライク取れなのにボールストライクを取れない。110球なってんのか。第4球を投げた。ボテボテ。山本掴んだ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。うん。バッターは3年生佐野。ちょっと全試合と違って結構手こずってはいるよな。第9。投げた。直球見送ってストライク。まあ4番バッターっていうのもあるか。第2球。ホームラン？ファールです。わずかに切れた。ワンアウトか。正面。どうだ？おお、ナイスフィーリング。まあ、何でもいいんです。投げました。初球空振り。初球空振りから投げました。ストレート決まってストライク。いいです。追い込みました。早くも第3球を投げました。 いいピッチャーになったな。どうだ、セカンド。あ、でもアウトにできる。 OK です。ベスト8だ。いや、本当に強くなった。やっぱり前田の逆転ホームランもあって、でもそれだけじゃないよな。みんなが、毎回毎回、打って、着実にランナー返してくれるか、勝てた試合ですよね。でも、工藤もコントロール、スタミナとも上がりましたね。信頼度がすごいな、工藤の上がり方。
そう、パーが F から E に上がったし。評価も順調に上がっていきます。超ノリノリ、超ノリノリ天国。そうや、通算で初めてここで打ち出したんだ。スカウトもかなりの選手が期待できるなって言ってます。なかなかよりかなりの方が上なんだよ。まあ1年生はやっぱり試合に出ることできないですよね。いや、プロになるでしょう。何でもいい。あ、売らないか。なにわのスナイパー、あ、松尾か。工藤について松尾がですね。ブック精密機械駆動が8回に2失点の好投を見せる。投げ込みが制球、変化球かな、変化球。したたか、したたかなんだ。元は新球種を覚えるはいらない。変化球魅惑、横の方を磨く。ああ別にいいか。じゃあサウ、同じサウポジなら一塁手取得してもいいか。いや、今更だな、やっぱり。今更感はある。
ここに戻しましょう。ミートだな。でタイヤ引き、いいな、本当にいい流れになってますね。気がつけば2回からの準々決勝まで行きました。誰と戦うんでしょうね。全部2年生か。佐藤。でも調子悪いんだよな佐藤。ちょっと良くないわ。ってなんだ。和歌山？なわけないよな。195223か。まだ差があるからやっぱり変えることはできないよな。195-223。外野手、外野手、そうや、予備がいないんだ。外野手、予備いないな、つらい。まあ、80か、ルイッシュで、これがいるとしたら村上あたりだけど、まあ、村上いるんだったらそのまま投げさせた方がいいし、まあ、全然及ばないですよね。行きましょう。お待たせいたしました。熱戦が続く戦いもベスト8が進む準々決勝へと進んでいきます。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側泉。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝プレイボールです。静かな戦いから3回の裏、肩の攻撃に入ります。こちらの攻撃か。佐藤、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。第9球を打った。どうだ、落ちるか。落ちない。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、2アウト、3塁1塁のピンチ。2アウトランナー1塁3塁という場面で、バッターは3
使っちゃいましょう。今日はライトフライとファーストライナー、マウンド上ピッチャーは何話の精密機械工藤。あ、意味がないのか。ホームランとはならないよな。長打警戒の方がいい。さあここで長打に警戒した守備位置に打ちました。ファーストこれは守備範囲内、オッケー。ピンチを逃れました。投手戦になってんな。こちらも決め点をかける感じはある。さあチャンスだが、チャンスではないか。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生佐藤。第1打席はセンターフライに倒れています。転がせ。マウンド上は西。アウトローの初球はボール。西も、まあ、悪くはないよな。球数は少ないと思う。球数投げさせたいけどな。第3球を投げた。3球目空振り。次が4球目投げた。まっすぐ空振り。佐藤調子悪いのか。次は5球目打った。決まった。仕方ないしだな。さあ本当にピンチ。先制点を防ぐことができるか。ワンアウトランナー一塁三塁という緩急か。よりによって、いや嫌だ、緩急嫌だな。さあここはゲッツー体勢を取ります。緩急長打打たれるからな。失投したら3点取られたら痛いもんな。これで追い込みました。追い込んで投げた。あ、三振取れればベストだけどね。投げた。ストレートはもう低め。うわー、ヒリヒリすんな。第5球投げた。打ちました。オッケー、ゲッツーシフト。セカンドフォースアウト。あ、ダメだ、一塁セーフだ。先制を許した。え、まだピンチ続くんだ。17球だからまだ。いや、マッチ打ち警戒かな。さあここは長打に任せでもいいけどな。まあ任せちゃダメか。第2球決まった。ストライク。これで追い込みました。2点は捉えたくないな。1点は仕方ないとしても高め。1点ならチャンスあるけど2点ならちょっと苦しくなるな。相手のピッチャーがいいから。オッケー。肩の同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生ただ今日はショートゴロとサードフライ。当然センター返しかな。まあセンター返しだな。追い込まれた。どうだ、抜けた。 OK、 同点には追いつく。やりました。しかもまだチャンス続いてるぞ。コースじゃないから、いいとこでラッキーボーイ。当然センター返し。うん、抜けた。いや、ダメか。ああ、三塁。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。どっちでもいい。まあ、フォースプレーじゃないから、普通にセンター返しとこう。さあ、次の投球。外角見送ってストレート。いいピッチングするな、西。第3球を投げた。打ちました。あ、ダメだ。後続を断ちます。しかしチャンスは、あ、チャンスじゃないんか。肩の攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。今日はセンターフライとショートゴロ。センター返し。投
げた、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。バッター追い込まれました。コントロールいいし、ストライク先行してくるからな。打ったサード左、モテモテ。肩も強い、サードの肩もいいな。ん、あ、近いか。お、ここで魔物来た。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。転がせ。第9インハイ見送ってストライク、まずは見送りました。第2球空振り、一塁牽制、タッチセーフ。追い込んでから投げた、もう次が4球目、投げた、通信。ああ、出された。同点で迎える9回です。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは1年生関根。あ、通行だろうな。低め中心でいいや。ここはゲッツーシフトを敷きます。ゴロを打たせる。第2球投げました、ボール。まあ、よく言えば三振で。第3球を投げました、外れた、ボール。108球か。まあ、打たれたら変えよう。オッケー。送球それた。二塁フォースアウト。セーフ。ダブルプレーはなりません。うん、先ほどからダイソーで途中出場しています。バッターの千葉。まあ、まだ大丈夫。まあ、同じくゲッツシフトで。こっちかな。ツー体勢を取ります。最速攻めはありだけど。危ない危ない。で見られてんな。下位打線だけど。投げました。お、うちに。やった。第4球を投げました。4球目空振り。もう追い込んだ。次は5球目。あ、かん。抜けた。関根、二塁回った。あ、やばい。柴田、ツーベースヒットを放ちました。肩のピンチを迎えます。9回表だからな。さあ、ここで前進守備を敷きます。ちょっと打つ手がない。今は1球目空振りから第2球ボール。116球っていうのもちょっとな、響いてきてるんじゃないかな。タイミング合いません。追い込んで投げた、ストレートはボール。球威は落ちてるように見えないんだけどな。さあ、投球は5球目。打ちました。アルボール。投げた。低めボール球打った。オッケー。サードから一塁送球。アウト。危ない危ない。いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。ツーアウトか。これでツーアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。ここで長打に警戒した守備位置に変更です。抑えたら次チャンスになる。サード。オッケー。ここは及びません。スリーアウトチェンジ。工藤、ワンアウト二塁三塁。守備陣もよく頑張った。肩のこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番山本。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。どっちでもいいや。投げた、ストレートはボール。第2球投げた、外角低めボール。第3球を投げました、打ちました。第4球を投げました、4球目ストライク。いい球だな。西の方が上だな、ピッチャーは。投げました、ボール。第6球は高め見送って、おい、よしよしよし、ナイスフォアボール。揺さぶる。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。第9投げました、初球から。どうだ、抜けろ。オッケー。中継、松尾、いい
よし。送りバントありだな、普通に。ゲッツーだけしたくないからな。お、ノーアウトだろこれ。ゲッツー以外は何でもか。OK。三塁でストップ。犠牲フライでも勝ちですからね。どっちでもいい。ボテボテを球を投げた。やりました。ベスト4まで行ったよ。3年目飛躍の3年目になった。いや、よく粘ったな。まあ、西がすごいいいピッチャーだったから、打ち崩せなか、最後の近くまで打ち崩せなかったよな。チャンス C に上がった。だってただ2年生だから、これはすごい嬉しいね。コントロールスタミナとも上がったし、駆動は。青木のパワーが上がりましたね。ここでスクラップブックか。ああダメだ。後藤のサヨナラだ。一番多い変化球、遠投はどっちでもいい。まあ変化球かな。もう
ここまでくれる、いけると思わんかった。二塁打か。二塁ポジションを持ってる人が津川か。パワーは走力、守備力は落ちるけどな。調子が良ければ起用するんだけど、そうなってないよな。今日は決勝戦進出をかけて、高槻電工は強い。地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側高槻。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。ご覧のスターティングオーダー、機動力の高いチームです。お、先にチャンスではない。中国選手。山本。マウンド上ピッチャーは杉原。第9。投げました。見送ってストライク。さあ次の投球。投げました。打った。一二塁か。どうだ。あ、二塁。スリーアウトチェンジ。二回の裏が終わる。やっぱり静かな試合になってんな。さあ、再びこれはチャンスではない。バッターは2年生山本。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ボガセだな。打ちました。お、OK。中継。山本、いいバッティングを見せました。まずはいいスタートだよな。セアカテ、ここは精密機械張りのマットコントロールを発揮するか。流し打ち。第9投げました。初球空振り。少し意識しすぎた。クドンもうまあまあ打ってるよね。投げました。この赤釣られた。よくないね。第3球を投げました。変化球は危ない危ない。これも振りそうになるよな。投球これから4球目。赤釣られた。さあ黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるか。黄色い声援プロミス。流し打ち。ボール、まずはインコース。第2球、2球目ストレート。いい球だな今の。63球か、ちょっと多いぐらいかな。見送ってストライク。あ、いい球だな。低めに投げてんな。お、いいよ。あ、ダメなんだ。お、先生、先生ですね。まだチャンスが続きます。先生のツーランホームラン無視されてるんだろう。流し打ち、
投げた、アウトロー、外れてボール。投球はこれから3球目。打った当たりはボールまで一人飛んでいきます。掴んでこれで3アウトだったか。さあ大事な場面かもしれない。ランナー一塁二塁という場面でバッターは1年生森山、マウンド上は何話の精密機械工藤。何でもいい、低め中心かな。さあここはゲッツーシフトを敷きます。さあ次の投球6番か。お、いいね。投球はこれから3球目。え、危ない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 。第4球をこれもいい球、ファールだな。ファールますね。OK。間なんだ。勝負に来たな、相手も。7セーフティー警戒かな。出せて取れ感はないな。さあここで流し打ちに警戒した守備位置に変更です。投げました、完全に外れたボール。さあ次の投球、臭いところだと思うんだけどな。本当のベストってこれ。第3球を投げました、打ちました。あ、打たれた。取ってこれで3アウト。いや、ないですね。いいですね。逆にチャン、中国選手か。お、魔物が来た。流し打ちがベストだがないんで転がせ。あとこいつ。そして今拾い直した。ツーアウトランナー二塁。となると腰が変わってこない。積極打法に変わります。難しいな。引っ張りでもいいってことになるが、まあでも引き継ぎ転がせかな。セーフティーバンドっていう手もあるけど転がせかな。ツーアウトだもんな。つられたな。あー、ダメじゃない。やった、魔物が炸裂。いやー、いい3点目や取ったな。いやー、嬉しいです。うわ、なんだこれ。なんかフォークが上がった。ヒットエンドランはないんで、これなら流し打ちですよ普通に。どう？あ、犠牲フライン、あ、ツーアウトか。アウト落とした。魔物炸裂。ファイトだよ。そしてどっちでもいい。ツーアウトだからな。第2球投げた、ボール。あ、ピッチャー変わってんだ。2年生だからな、この辺は経験がないんで辛いとこだろうな。第4球をプレッシャーすごい感じてると思う。投球これから5球目。OK。あ、攻撃した。いやー、いいなー。あ、三塁まで行く。山本タイムリースリーベースヒット、初安打。バッターは2年生佐藤。ツーアウトだからすごいよな。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。第9投げました、アウトローを見送ってストライク。いや、本当にチーム強くな、急に強くなった印象だよな。少年か。
おまけにまだ注目選手ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生山本山下打ち第9投げました初球を打ったサードが右一塁へ送るアウト結果的に進塁だバッターはピッチャー工藤どうしようちょっとタイムもいいんだけどちょっと経験を積ませてやりたいこれね何球投げたか分かんのかな分かんない高谷とかいいのかな総合力で見えますは関係ないかな上の代打だったら上の力だもんなやっぱり高谷か代打は高谷中だったらダイソー出すけど出さないもんな抜けた抜けたおっきいな、この6点は、うん、終わる、ここで終わるかもしれない第9投げましたシンカーはボール第2球投げました外れたボール第3球を本当に強い第4球をいいねあこれはこれでツーアウトランナーは一塁変わりませんお出ました威圧感これはちょっと辛いだろうな相手にとっては第9投げた見送ってストライクまずは見送りましたスタミナ減っていくんだよな威圧感は低め見送ってストライク早くも追い込まれています第3球を投げた打ったどうダメですアウトスリーアウトチェンジ8回の裏が終わりまして6対0肩のさらに1点を追加していますそしてまあ一番いいピッチャーでいいでしょうまだ押したい初球ストライクから第2球インコース低め外れてボールバスター第3球は空振りバスターじゃないね第4球を投げましたオッケーバッターは2年生高島単純に一番高いの投げましたあ、これはフェンスに当たった二塁打になる高島、いいバッティングを見せましたここまで2安打の菊池低め中心でいいや第9球初球から打ったセンター方向へ持っていきましたこれはタッチアップですね
カート首都になった。まあ打たれること自体がを警戒ですね。オッケー。はい、チームの総力だろうな。まだ早い。追い込んだ。セカンド。オッケーです。3年目で飛躍したな。さあもう1回だけやり、もう2大会最後までやっちゃいましょう。あの勝ち負けどっちにしても、1年生を経験積ませられたのは大きいですね。もちろん導入。感度レベル上げるしかないでしょう。選手なんや。あ、調子悪い選手いない。さあ本日最後の試合ということになります。
160の115か。佐賀が215の13塁。決勝戦までやってきました。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側片野、三塁側豊中。憧れの甲子園大会へひたすら勝利を目指します。さあ甲子園の切符をかけた戦い、プレイボールです。本番がすごい打つな。さあチャンスですかね。注目だから、ワンアウトだから使っちゃえ。正面だ。さすがに先制されたな。肩のこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは佐藤。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。一番多いの。低め決まってストライク。第2球。もちろんダメだ。これでワンアウト、ランナーはありません。また点取られた。チャンスではある。ノーアウト1、2塁。肩のここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー1塁2塁という場面でバッターは3年生工藤。第9球投げた。見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。打ちました。ファー。第3球を投げた。打ちました。これダメだ。ゲッツーコース。アウト。ゲッツー。肩のなおもチャンスが続いています。アウトカウント増やされてしまった。威圧だ。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。どっちでもいい。8球結構投げてんな。4回裏でどうだ。あれでも正面だ。さ注目選手。先頭バッターは佐藤。今日はショートライナーとセンターフライ。第9投げました。打ちました。初球打ち1、OK。逆らず打ちました。佐藤ナイスバッティング。ノーアウト三塁一塁のチャンス。なんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面だ。しかもまだワンアウト取ってないからな。ヒットエンドワン送りバントはないから転がせ。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。投げました。まっすぐ見送ってストライク。第2球決まった。ストライク。バッター追い込まれました。1イニング威圧与えてるからな。追い込んで投げました。シュート。あーかん。松尾三球三振。ファイトだよ。持ち前のファイトが前面に出てきました。流し打ち。第9投げました。初球打ちました。これは犠牲フライにはなる。1点は返した。1点返しました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面でバッターは2年生田田。ノーミス。黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。当然流し打ち。スライダー見送ってストライク。複数多いからな相手のピッチャー。第2球投げました。ボール。
第3球を投げた。ストレートはボール。いい球ではあるな。第4球を投げた。ボール。お、まあ、フォアボールでもいい。第5球投げた。打ちました。いい当たり。抜けた。ボールが転々と転がっている。もう1点はどうだ。変わらない。ただタイムリーツーベース。いいんじゃないかな。こうなるとセンター返しが有効になる。初球空振り。少し意識しすぎたか。第2球。これもしかし空振り。投球はこれから3球目。あ、詰まった。された。押されてるね。掴んでこれで3アウトになります。前半が終わりまして2対2。肩のこの回2点返して同点としています。ワンアウト二塁。中国選手。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは2年生佐藤。第9投げた。インサイド見送ってストライク。第2球投げました。いいんじゃないかな。あ、ダメだ。取りました。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。お、来た魔物。初球シュートは空振り。タイミング合いません。第2球投げました。またもああ、つらいだ。意識しすぎたか。しそんなに調子よくない。ピッチャー変わってるんだ。よし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 。でも浅いんでホームインはできない。後藤いいバッティングを見せました。肩の名をもチャンスが続きます。まあでもピッチャーこれ変えたから、変わったから大量点のチャンスではあるよな。初球空振り。しかも4番松尾。このボールも空振り。外のボール球に捉えた。一塁へ一つ牽制球を送りました。調子は悪いけど防御率いいからな。詰まっちゃった。取れないね。お、危ない危ない。どう？ファールか。あ、デッドボールだ。満塁になった。結果的には。第九。直球決まってストライク。第二球投げた。落ちないや。あ、やった。記録はセンターのエラー。もう一点入りそう。オッケー。これ いけるかも。フラグ、カッコフラグ。うん、魔物を発動させてよかったかな。第9、低め、ボール。第2球。おお。いや、これはアウトです。追う展開で迎える8回です。長打だけ見解しときゃいいでしょう。近藤、マウンド上は成馬の精密機械工藤。ストライクを取れ以外の高いと高い球。第2球投げた。空振り。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた。外れた。二塁送球はこれはセーフです。盗塁を許します。気にするな。一勝。結局一勝。低め中心の方が高いのか。セカンド牽制。タッチはセーフ。アウトにしちゃえば終わりだしな。打ちました。打球はサードの左。一塁へ送る。深い。セーフ。あー、内野安打になっちゃったか。長打警戒。さあ、ここで長打に警戒した
うん、打ち取りました。オッケー。さあ逆にあノーアウト1塁指定選手か。おかしい。まずは外角。第2球。低めストライク。本日がやっぱり試合運びするんだな。線。第3球を。線としてつなげるし、つなげる野球やってるのはいいよな。さあ4球目。打ちました。右へどんどんと切れていきます。アルボール。タッチセーフ。さあ5球は5球目。打ったピッチャー。どうだ。あ悪かったな。という中、何としても得点を挙げたい9回です。さあこれを抑えれば勝ち。まあ工藤か変えない方がいいと思う。普通に一番高いとこ、一番高いレベルお任せします。初球空振りから、ホームラン1本打たれてもまだ2点なんで、目の前のバッターに集中してほしいですね。投げました。3球目空振り。第4球を投げました。オッケー。バッターは2年生大久保。ナイスピッチ。普通に一番高いやつ。まあ、長打警戒しないといけないよね。第2球投げました。ストライク。いい球投げるな、9回になっても。第3球を投げた。インコース高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた。ボール。あ、いい球だ。第5球投げた。ボール。警戒してますね。投げた。内角高め。あーダメだ、歩かせちゃったや。結局フォアボールです。ストライクを取るしかないのか。まあ、低め中心かな。ちょっと疲れてきてる。第2球投げた。見送ってストライク。投げました。ボール。次は4球目投げました。会心の当たり。あ、打たれた。一塁ランナー三塁へ向かう。簡単に勝たせてくれない。熊谷ツーベース。ピンチを広げてしまいました。今日ツーベースを打っている。さあここは同点だからな。でも結局ゲッツーシフトは変わらない。これだったら別に何もいらん。ストライクを取れは嫌だ。第9投げました。ストレートはボール。三塁牽制。タッチはセーフ。三塁はセーフ。もう1回サードへ牽制球。第2球投げました。ボール。なんかボール先行してるよな。第3球を投げました。見送ってストライク。最初バッター良かったのに。第5球投げた。打ちました。前進守備セカンド左。オッケー。あと1人。今日2三振の菅原。マークさえところ。長打に警戒します。一塁空いてるしね。第2球投げた。見送ってストライク。追い込んだ。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は工藤。第3球を高め。おお。球がミットに吸い込まれ試合終了です。やりました。ついに甲子園に最高の瞬間を迎えています。本当に素晴らしい戦いを。いや2024、2024こうなるのかな。力つけたら2年目は全然ダメだったからな。
実況は私堂前秀夫でお伝えいたしました。やりましたね、2大会優勝しました。工藤も最後は本当にしんどかったと思いますが、よく抑えましたね。大阪の頂点に立ったんですよ。で、大阪でよく地区大会優勝できたなぁ、ほんと3年目で。2年目までは3回戦までだったのに。まあ、二次校の監督も諦めないでほしいよな。2年ダメでも3年目で、すごい飛躍するっていう可能性は十分あるから、この例見ても。工藤が重い球、これ長打打たれにくくなるからな。これがちゃんと働くんだったら、スカウト評価どんどん当たる。これ最高。打撃力も3になった。経験と守備力以外は全部3だ。松尾が358、いいね。エラーはダメだけど、キャッチャーとして。はいはい、調子安定、安定、逆境丸。ただ威圧感持ってるやん。これはいいな。2年生だから、さらに強烈なものがあったら、バッキュー打ち。ハイエース丸、決勝だ。野田隆がタイエース丸。タイエース丸もでかいよな。とスライディング。素晴らしい逸材だ、ぜひうちのチームに。すごいな、偏差値75っていうのもすごすぎだろう。スロースターター短期平田は、逃げ球リリース丸、リリース丸はいいですね。フットボール5、鈴木が根性丸、
299あるんだ。悪くないな。進化。1シュート。工藤が、寸前ってなんだ。寸前ってなんだろう。重い球、緩急丸ってのはいいな。シュートが武器なんですね。規制はどれが合うってわけではない。いやー、あ、決勝進出か、ね、じゃあちょっとあの出会い念願の甲子園初出場を決める。アイテムでグランドレベル上げるアイテムを早く使おう。今回は負けがゼロなんで、かなり上げました。上がりましたね。10月9日から負けがない昨年の豊中高槻電工泉電工には勝ってんだ。八尾商工に負けてるから、その八尾商工に3回戦勝てたのはでかいな。何が大付属にもコールド負けしてたことを考えると、まあ組み合わせ抽選も良かったよな。1回戦で本当にいいの高校と当たることになったから。大付属南学園ぐらいだろうな。と枚方ぐらいか。スナイパーボール。これってボールなのか。
あ、ボールの種類なんだ。コントロール上げるボールだった。だから高橋はこれでボールを使ってしまったということになりますね。はい、ということで、なんだ、パワー2になってもうサービス終わったんじゃないの。ご報告です。ランク行かないの。ランクか。おめでとうございます。これからもこの調子で頑張りましょうね。可能で。他のデータも上がってますね。これでインストール作業が行われるっていう感じか。F099 も上がってる。ゲームボーイでも64でも遊べんだ。この辺も時間があればどんどん遊んでいきたいよね。桃鉄と風化雪月があるんだけどなと。あと、ポケモンの剣盾があるんだけど。ちょっと開けるかどうかチェックだけ行いましょう。
1.10 はすごいよな、まあ、素晴らしいピッチャーだな。この辺はこれからだもんな。はい、ということで、はい、今回ここまでとなります。なんと、まあ、前年までは信じられなかったことですが、チームが強化されましたね。はい、ということで、今回ここまでとなります。見事に、2大会優勝、そして初の甲子園出場をいたしました。素晴らしい。ということで、次回はこの甲子園の本番をやっていくことになると思います。応援よろしくお願いします。そしてよろしく、ツイッチで今回の配信を行ってきました。よろしければツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 はい、そして、YouTube で、このアーカイブ上げます。2日後22日21時、月曜日プレミア公開いたします。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォローリポストいいねお願いいたします。TwitterX my アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。パワフルプロ野球2022-2023ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で一行でした。